もしサスキに出場したらどこまでいけるかというお話をしてますから、絶対にサードはいけると思うよ。なおチャンネルスタート。はい、みさんこんにちは、なおチャンネルのなおです。この間のね、春休み企画はですね、アニメキャラクターがもしサスケに出場したらどこまで生きるかというね、動画をね、上げたと思うんですよ。でね、今回ね、リクエストで、サトシがサスケに出たらどこまで出場できるかというね、ちょっとね、それをね、動画にしてほしいと思って、なので、今回ですね、アニメポケモンのキャラクターサトシが、もしサスケに出場したらどこまで生きるかというお話をしてます。そういうことでございます。アニメキャラクターポケットモンスターのサトシ、もうサトシはもう運動神経もむちゃくちゃ抜群だと思うんですよ。これから本編で話すんだけども、もうサトシさ、えぐくね。しかもよ、女性キャラクターとのかかり方もえぐくね。サトシは結構モテるんじゃないかなと思うんですよね。まあこういう風に前説で長くなってもあれなので、では早速ね、サトシがもしサスケに出場したらどこまでいけるかというね、お話をしたいと思います。ではそれで行ってみましょう。レッツゴー。では早速ね、話していきたいと思います。アニメのサトシがサスケに出場しよう。俺はね、絶対にね、もう、猪突猛進的なタイプなのよ。だから、ワンチャン、もしかしたら、スピード出しすぎて、クワッドステップスからのローリングヒルで落ちるんじゃないかなと思っちゃうんですよね。で、もし、サトシが落ち着いてやっていれば、もしかしたら、セカンド、サードまでいけるんじゃないかなと思うんですね。プールのところはね、多分楽勝だと思うんですよ。海の王子マナピーのさ、地上何百メートルから下まで泳ぐシーンあったじゃない？覚えてる？あの時だって、息継ぎめちゃくちゃしないといけないからね。で、しかも一番下まで泳いでぶっ刺した。おわっ！サトシはね、身体能力は高いけども、意外と落ち着いてやれない部分がね、あるんじゃないかなと、僕なりにアニメを見て思いました。アニメキャラクターのサトシファンのみんな、これ僕のね、あくまでもね、予想みたいな感じだから、批判とかしないでね。でも、サトシはね、落ち着いたら、絶対にサードはいけると思うよ。いや、まさかね、春休み企画でアニメキャラクターがもしサスケに出場したらどこまでやるかやったじゃない？そのリクエストでサトシが来るのはね、びっくりしました。視聴者リクエストをいただいて本当にありがとう。 Thank you very much。 おそらくね、多分他のアニメキャラクターももしサスケに出場したらどこまでいけるかっていうのはね、多分いろいろと調べれば話せると思うのよ。アニメを見ていればの話だけどね。今のサスケはね、やっぱり頭を使いながらやらないとやっぱり無理ですね。まあ運動神経もね、そりゃね、やっぱ重要だと思うんですけども、もしね、このアニメキャラクターがサスケどこまでいけるかっていうね、コメントありましたらぜひぜひコメント欄までよろしくお願いします。そしてね、これね、毎回言ってることなんですけども、12月31日までチャンネル登録者数1万人を目指します。もしよかったらみんなね、チャンネル登録と高評価コメント無断定裁よろしくね。あとね、拡散もよろしくね。拡散は自分の動画の中にいいやつがあったら、その部分を切り抜いて YouTube だったり TikTok だったり Instagram 何でも構いませんので、ハッシュタグひらがなでなおチャンネルか、ハッシュタグ英語でなおチャンネルを記入していただいて、コメントでアップしていただけたら嬉しいなと思います。それで拡散していただいたら嬉しいです。みんなよろしく頼むぜ。ということで、今回ですね、アニメポケットモンスターサトシがもしサスケに出場したらどこまでいけるかというお話をしました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、なおチャンネルのなおでした。またいつかお会いしましょう。 See you。 俺むちゃくちゃ焼けてね。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。